おー、横飛び、おーしょ。おはようございます、釣り子 TV です。本日の動画はね、こちら、マングローブスタジオのビッグバンディットですね。これのね、これはね、マニアックスオリカラね、こんなの買ったよなんて動画も上げましたけども、これを使ったところなかなかいいサイズの あれが釣れたよっていうことで、まずはこちらをご覧ください。あ、いい音してんの、これ。あ、来て。ベアリングがやばい。ベア、まあ、ベアリングやばいし、いろいろやばいよ。こう毎回ちょっとずつこのペリペリ剥がしていくのが楽しい。この、この塗装ほら、ね、これさ、ボディだけさ、海の中沈めといて、フジツボつけてさ、削り出してさ、アンティークみたいな仕様にしたいんだよな。アルミでしょ。アルミかな。うん。確かなんかアルミって書いてある。そう。お、ついた。もうすごいね、下にいるね。うん、できらないね。出てんじゃん今。お、で、なんだなんだ、はるちゃん、かぶせろかぶせろ。今めっちゃ出てて、魚だ。おっしゃ、また合わした、また合わした、また合わした、はるちゃん。海魚ハンターの原島さん今日乗ってる。よし、原ちゃんのエビってる、エビってる、大変だ。半端じゃない。下に人いるよ。止めるとなんか見切るね、バンディットね。あー、あ、持ってきてます。次の流し透明行こう。おっしゃ、乗った乗った乗った、でかいぞ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 、ビッグワン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 、でかいぞ。はるちゃん、ドラグちゃんと聞かして、口切れするよ。おお、ゆうくん、あー、スーさん来た、スーさん来た、スーさん来た、入れ食いだ、入れ食いすぎる。お、はるちゃん、それマジでかいかもよ。長い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 よ長いよ、ハイパーだよ。おお、ゆくんかした、ゆくんかした。おお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 おでかい、でかい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 、頭でかい、頭でかい、イエーイ、ビッグバンディ、ナイスナイス。ハラちゃん、おめでとう、やっと出たよ。ナイス。入れ食いだ、入れ食いだ。おー、でかい。おー、しゃ、
おっしゃ、あれ乗れ、乗んない、あ、ついてるついてるついてる、つのったー、すげー、おっしゃ乗った、あーダメだ、おー大爆発、でもずっと依然追ってはくるね、おーすごい3、4匹で復古だね、復古の群れだよっしゃー、ハナちゃんがまた来た、入れ食いだ、ハナちゃんがまた来たぞバンディット来たぞ、全然見てなかったよ、上から小石巻いてやる、楽しい楽しい楽しい、いただきました、バカバカ釣れるこれやっちゃうとでも休憩で行かなくなっちゃってするからな釣れないよとか言ってどうだいハナちゃん、楽しいね俺ぞ死にましたよ、そんなに簡単にバカでも釣れるぜバカでも釣れるぜってなあ、原ちゃんバカだもんなすげえ行っとくか、俺も、出た、どうしよう、ダメだな、出るね、バンディットすごいな、俺こんなになると思わなかった、いやバンディットなんかトップにやっぱできらないときにさ、これだとちゃんとなんかあ、いたんだみたいな感じで ね、すごいね、さっきまで全然、バンディットは呼ぶ力すごい、ね、呼ぶ力バイクはすごいけど、ね、おお、振った、よっしゃ、よっしゃ、でかいでかい、どうかな、よ、いいサイズに見えたけど、いや、ハナちゃんのスパイラルガイド60ぐらいメガバシット、くーくやっぱさ、なんやかんやシーバス口切れすっからさ、ドラグはある程度手前使った方がいいよ、そうだね、うん、あの大丈夫なんだけど、もう口がブチってちぎれて終わっちゃうからさ、シングルだと余計になんかうわーって切れちゃってる気がする、あ今出た、うん、おいけんじゃないんすかバンディットが打ちない、手作りしかないってでもいいダートしてるし、みんなが釣れるっていうのは俺が作る自分で作るあ、マニアックスのいい飛びするなこれ、でも一応なんかバンディットに毎回追いとかかかんないですけど、謎のバイトみたいなのまだ、うん、
だから食い切らないのか、潮が止まりかけの。でもでかいの出んだったらこういうタイミングだよね多分。トローンとした、このうまくさ斜め上にさズッピーンっていって、おー来た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 、あー偽バディット偽バディットまだ仕上げしてないのに木片にされちゃう、アルミテープ貼ってるだけ、おお、追ってる追ってる、上がってきた時結構ビョンってジャンピングした瞬間だよな、なんかギャーギャードーンって出た時に下からもうやーべえ、ハラちゃんボートハマったんじゃないですかこれ、はい、ビッグバンディット面白い、おーおー、出る出る出ろ、いやいやいや、飛ぶ止める、止めるとこうやって止めると食うんで犬の散歩みたい、いや結構ねやっぱ俺2つ説あると思うんだよな、止めもね悪くはないと思うんだよな、トリプルだったらあれかかってるよ、あ、そうだね、うん、完全に止め切っちゃうとそれは見切られるんだけど、ある程度あ今出たね、え、ある程度のちょっとの止めは、ね、結構ちょんちょんでゴーンって出るね、そう完全止めはたまにだけどありだと思うんだよな、おお横飛び、おーしょ、いや大丈夫大丈夫、ごめんね、あーよすいません、じゃあ俺後ろ行っちゃいます、ごめんなさい、止めらんない、おいしょ、おいーイエーイ、あーいマニアックスの檻からバンディット来ましたよ、いやー全部太いっすね、ねえいい色ですね、結構何回も出て出て、で、サオは今作っている釣り香炉と、ね、これアクションしやすくて軽快にできてます、よいしょ、いや長谷川さんおすすめの謎の折りからマニアックス折りからですね、これでダーン、じゃあ逃がしてあげます、サイズ測って、サイズを測ってください、79ってとこですかね、どうでしょうかビッグバンディット、79でした、ランカー届かず、じゃあ逃がしてあげます、ありがとう、大きめの成功ですね、はい、というわけで帰ってきました、こちらですねビッグバンディットなんですけども、まあ横にねこうジャークして使うと横っ飛び横っ飛びっていう感じでね、飛んで、でたまに水面に出てね、であの動画の中でもやってましたけども、うん、ポカーンって浮かべてたりするとその追っかけていたシニバスがねたまらーんって感じでね、バイトしてくるっていうそんな感じのまあルアーなんですけども、このねあのマニアックス檻からのね透明ね、もうすごいね反応が良かったな、この他にもねいくつかの色を試してみたんですけども、なんだろう、このね透明カラーね、なんというか多分軽いんだと思うんですよね、あんまり塗装していない分だから、水面へのね肝になる浮上アクションが非常に出しやすいなっていう感じ で今回はあのマングローブスタジオから出てる専用のねビッグバンディットのこういったねチラシ張りというかこれつけてやってみたんですけども、まあねうまいこと、この日ね最大の魚だったんですけども、大きめなね魚がねしっかりかかってくると、あこの針いいねなんて思ったんですけども、
ったらまあ状況に応じてね、トリプルフックなんかもねまた使ってみようかなね。あれさっきのトリプルだったらかかったんじゃないのなんてね、この透明な分ちょっともしかしたら軽いんじゃないかなっていう分、トリプルとかもね背負わせても上に飛ばせるんじゃないかななんて思って、まあね、そこら辺はいろいろ試してみたいと思いますけど、今回ねこのセッティングでねすごい具合が良かったんで、まあ、引き続きねこんな感じのセッティングで使ってみようかななんて思うんですけども、タックルの方はね最近動画なんかでねよく出てきてるんじゃないかなと思う。これ自分で作ったね竿をね、あのブランクス取り寄せて、このフリップのパーツとかねあのいろいろ買い集めて、でクジのね使ってみたかった、ちょっと口径が大きめのトルザイトガイドをねふんだんに使用したこういった竿なんですけども、こういうビッグバンディットとかのね釣り、まあ、この手のね横に飛ばして飛ばしてっていうね、常にもう一日中アクションさせていなきゃいけないってね、そういうルアーを使う時にこれね、6フィートっていう長さで作ってあるんで、非常に軽快にね一日ジャークができるんでね、そういう感じでね作ってみたんで、快適に使えております。疲れないでね、ガイドもね結構ビーシリね、面倒だったんですけども、しっかりラッピングしてね巻いたんで、今回79センチ近かったか、まあ泣きのランカーって感じですけども、ああいったサイズのねシーバスでも竿的にはねもう本当何のね、不安感もなくねやり取りすることができたんで、またその食わせのアクションをね出すためのジャークも非常にやりやすかったんで、引き続きね、また1年間使い倒してね、自分なりに、お好みのロットに仕上げていこうかななんていうふうに思いますね。このこうかっこいいでしょ、どうですかみたいな感じで、はい。で今回はねこのねあのビッグバンズとね、友達と並んでね、投げ倒したんですけども、ほんとね魚がねたくさん反応してくれて、気分が上がるルアーですね。通常ねあのマグナムペンシルとかね、この白パターンとかランカービンの時ね用意していって水面の大迫力のね、バイトを見るっていうのがまず楽しみですけども、どうしてもね水面にできらない時とかにすごいね効くルアーなんで、このねビッグバンディットボックスに一つね忍ばしておくと楽しい釣りができちゃいますよっていうことでね、はい、そんな感じでございます。本日の釣りコー TV はこちら、マニアックスのオリカラのビッグバンディットですね、これでねなかなか大きいサイズのシーバスが釣れたよね、デイゲームこんな感じでございます。はい、釣りコー TV でした。また会おうぜ。